天皇皇后両陛下がバレーボールの試合をご覧になりました。佐賀県を訪問中の天皇皇后両陛下は国民スポーツ大会の女子バレーボールの試合をご覧になりました。担当者の説明に聞き入り、選手がポイントを決めると拍手を送られていました。その後、鹿嶋市にある日本酒のバーを訪れ、地酒を活用した観光業の取り組みなどについて説明を受けられました。昨日、佐賀県の日本酒を楽しんだことを明かし、美味しかったですなどと感想を述べられていました。